ギオがカイトたちと一緒にモルガナを倒した後の時代をパン。マクアヌのカオスゲートに向かおう。時よ。うん、喋った。ニュークウサギ丸がライブを行う。観客として会場に潜り込んでほしい。この人、こんな声してたのか。ライブの観客、つまり桜ってことか。ああ、人を集めてくれと頼まれた。ライブ会場はこのエリアの最深部だ。では現地で合流しよう。待っている。ニュークのゲリラライブか。どんな感じなのか興味あるな。よし、マクアヌのカオスゲートからエリアに行ってみよう。このエリアでライブをやるのか。よし、会場へ急ごう。さあ、気合い入れていくぜ。あのさ、そんな
結構な人だかりができてるぞ。超ラッキーだよな、あのニュークウサギ丸の芸を生で拝めるなんて。ドットハッカーズにして孤高の芸人、今日のライブはマニアなら必見だぜ。ニュークー、早く来て。思ってたよりたくさん人がいるぞ。ニュークウサギ丸って実はすごい人なのかな。あ、月長席がいるぞ。それにあれはガルデニアだ。月長席、お前も誘われたのか。ああ、ニュークに。私はレイチェルに呼ばれた。ニュークのあれには興味はないの。面白くなかったら途中で帰ってもいいとまで言うからな。うわ、スポットライト。はい、どうも。はい、どうも。お待たせしました、ニュークレイチェルの送るゲリラライブ。いや、僕らもね、ダジャレ芸人として力がついてきてるわけですけれども。
そろそろ次のステップに進まなあかんと思うわけですよ。ほうほう。いつまでも単発のダジャレとかで満足しとったらダメですわ。いい加減総員は卒業せなあきません。どうでもええけど、うさんくさい関西弁やで。というわけで、ダジャレ100連発だ。本気で100発いくぜ。本気と書いてマジなんだぜ。一発目、このオケ借りていい？オッケー。決断早っ。あとは任せた。よもやの離脱。いいぞ、今日も来てるぜ。ニュークー最高。まさかの完成。観客は盛り上がってるぞ。50発目、もう引退しても引退。タメが苛立たしいな。すげえぜニューク、ついに半分まで来たぜ。あ、なんだお前。何してるの？あんたたち。こんなところで無防備に集まっちゃって、いかにも飼ってくださいって感じじゃん。何よあなたたち。あ、こいつら PK だ。ライブは中止。51発目トラがトライ。52発目犬が犬。あの人全然聞いてない。ダジャレを言ってる場合じゃないよ。 PK が乱入してきたんだ。戦わなきゃ。芸人にとってステージの上は常に戦場です。なんかコンビで言ってる。そういう問題じゃないんだよ。53発目猫が寝転んだ。54発目猿が猿。55発目豚がぶった。56発目鹿が叱った。57発目牛を飼う。58発目イタチがイタッチ。59発目チーターが落ちた。60発目クジラが吠える。やめるどころか、動物ネタで固め。みんな構わねえから、こいつら全員やっちまいな。
何度か倒したけど、他の PK たちが観客をキルしてるぞ。あらかた勝っちまったね。さて、他に獲物は？61発目、石が落ちたストーン。62発目、焼肉焼肉い。お前はやめろ。状況分かってないのか。殺人に追われて芸をおろそかにしたくはないのでね。ですよね。うちら売れっ子芸人やしね。って誰が売れっ子やねん。この状況でダジャレだなんて、やめやがって。やっちまえ。くそ、また襲ってきたぞ。PK たちと観客が入り乱れて、もうめちゃくちゃだ。それなのにあの人まだやってるぞ。63発目、この死肉押しにくい。64発目、ゴキブリの動きぶり。65発目、会長な会長。66発目、しまうま、しまうまい。67発目、チリはバッチリ。68発目、前髪で前が見えない。69発目、理想のものがありそう。そして、こいつが70発目。相当も、相当ですな。お前もな。って、ブワー。やはり、連続ダジャレは体の負担が大きいぜ。ふざけた野郎だぜ。今さらやめて命乞いかよ。俺はやめない。何？なぜならダジャレは永遠に不滅だからさ。ラスト怒涛の30発ぶちまけるぜ。おっと、ここでニューク復活。残り30発ガツンといったんで。もうこの歓声は。ニューク頑張れ。
最後まで聞かせてくれ。最高、どこまでもついてくわ。 PK たちに蹴散らされたはずの観客たちがいつの間にか戻ってきてる。またキルされるかもしれないのに、ニュークのダジャレを聞くために集まってきたのか。これが最後だ。100発目判決だ。判決。最後そんなのでいいの？ニューク！なんとかやり遂げることができたぞ。ニューク、大丈夫？なんてすごいやつだ。ゲイに命を懸けてやがる。みんな、今日はこれでおしまいだぜ。最後まで聞いてくれてありがとう。 Thank you。 以上、ニュークレイチェルでした。以上、ニュークレイチェルでした。負けた。なんか釈然としない。とりあえずタウンに戻ろう。あれからそんなことがあったのか。大変だったんだよ。 PK たちに襲われてさ、月長席たちは先に帰っちゃったけど。すまん。ニュークのギャグを長い間聞かされ続けると、不意に割と面白いのではと思ってしまう。それが怖いんだ。わかるような気がする。よし、グランホエールに戻ろう。2020年に時空移動して黄昏の騎士団を出迎え。マクアヌの中央広場に行こう。月長石たちの石像が光っ。よろしく。感謝する。おおきにな。バリバリ働いてお返しするで。
ニュークウサギ丸華麗に参戦。ヒラメじゃないぜ、カレイだぜ。ニュークレイチェルたちが復活した。恐ろしく賑やかになりそう。よし、グランホエールに戻ろう。